今回ですけども、屋外にコンセントを増設したいと思います。購入したものはこちらで、パナソニックの屋外用防水コンセント、Amazon で1282円で購入しています。色はホワイトシルバーで、商品名が WK4602SK、アースターミナル付きとなります。だいたい1つくらいは屋外にコンセントがあると思いますが、場所が悪かったりして使い物にならない場合とかね、あると思います。うちもこんな感じであるのですが、全く使用しておりません。そこで場所の移動とかも考えましたが、この場所にボックスをつけて PF 管で伸ばす方法と、あと室外から分岐して外側に電源を出す方法があると思いますが、一番簡単で綺麗にできるのが後者の方法だと思います。いわゆる室内のコンセントから直線で外の壁に線を出す方法となります。この辺にコンセントが欲しいので、裏側にあるコンセントから分岐してこちらをね、早速つけてみたいと思います。ではまずこちらの取り付け方となりますが、まずカバーの方をね、外します。この部分が爪となっているので、この部分をね、ちょっと押さえて外す感じですね。この部分ですね、これでカバーが外れます。あとはですね、こちらに線をつけてこんな感じでね、壁にネジ止めして固定すればね、完了なのですが、こちらに VVF のケーブルを分岐してね、つなげますが、こちらが VVF のケーブルとなりまして、 1.6 ミリのこちら2芯のケーブルですね。でこっちが 1.6 のこちらが3芯ですね。今回はね、コンセントから分岐するだけなので、基本的には2芯で OK ですね。こちらのケーブルですね。あとアースですが、アースは取ることができないですね。アースを取るような三つ股のコンセントは対応しなくなりますね、こちらをつけないと。今回ね、アースは取れないので2芯のケーブルのみとなります。もしくはアース棒で地面から直接取る方法もあります。うちの場合は地面がコンクリートなので、それもできないのでね、今回はアースの方はつなげないで取り付けます。あと使う道具は普通のね、コーススレッドのビスですね。こんな感じの山のものだと結構ね、入りやすいと思います。もしこれでね、舐めてしまった場合には、サイディング材用のアンカーとかもありますので、その辺で対応するといいと思います。あと基本的には大丈夫だと思いますが、こんな感じのものでね、コーキングしてもらっても大丈夫だと思います。あとですね、穴を開けるのにドリルと、あとドライバーと、あとですね、 VVF の皮を剥くのに、あとストリッパーですか、そんな感じのものがあると結構ね、やりやすいと思います。まずこちらがコンセントとなりますが、こちらね、コンセントの裏側を見ると分かりますが、この部分ですね、この部分から線の方を分岐させて、こちらの穴から直線でドリルで穴を開けて線をね、外側に持っていく方法となります。 W って書いてある方がこちら白い線ですね。でそんな感じで VVF の方をつないで外にね、持っていきたいと思います。こちらですね、100ボルトの電気が流れてますので、必ずですね、ブレーカーの方は落として作業をしてください。
ですね、ちょっとプラスドライバーでグリグリしてますね。サイディングが割れたりすると怖いので、ちょっとねプラスドライバーで今ねグリグリしてます。あ、出ましたね。これこんな感じですね。ここですね。若干サイズを大きくして、1.3 センチくらいかな。こんな感じで線を入れといて、こちら VVF の皮を剥いてこちらにつなげます。こちらはね、こんな感じで、OK ですね。こんな感じで固定する前にこの穴の部分にシリコンコーキングの方してもねいいと思います。ちょっとだけねやってみます。
一応ドリルで下穴を開けてからね、締めた方がいいですね。はい、あとはですね、こちらカバーをつけて完成となります。はい、こんな感じでね、取り付けの方完成となります。では動作確認の方ね、してみたいと思います。バッチリですね。はい、こんな感じで屋外に防水タイプのコンセントを無事設置することができました。この設置方法だと室内のコンセントの位置に合わせるので、条件さえ合えば一番簡単に取り付けることができると思います。100V の部分は電気工事士の資格が必要となります。こんな感じとなりますので、ご参考にしてください。今回の動画は以上です。よろしければチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。